本州四国で昨日までに梅雨明けが発表される中、気象台は今日九州南部の梅雨明けを発表しました。青い空に白い雲、午後零時半ごろの鹿児島市は夏の空が広がっていました。九州南部は向こう一週間にわか雨の降るところはありますが晴れる日が多い見込みで、気象台は今日九州南部が梅雨明けしたとみられると発表しました。 平年より8日遅く、去年より1日遅い梅雨明けです。今年はすでに本州四国が梅雨明けしていて、今日までに梅雨明けしていないのは九州北部のみとなっています。